池田恵美のリファーラルフォーライフ。時刻は十時三十分を回りました。皆さんおはようございます。池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いよう形の AI プランニングと。 壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けいたしますパーソナリティは年収を月収にする奥越え企業家アドバイザービジネスコーチの池田あゆみですこの番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です そう方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは七九七フェムギノワンドットコム七九七フェムギノワンドットコムまでお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスナーチでも配信してますので、ぜひアプリ ケーションをご覧いただきながら FM 技能を検索してお聴きくださいね。ツイキャスからのコメントもお待ちしております。はい、えー、皆さん、えー、今週はですね、えー、北海道の札幌からお届けさせていただいております。えー、ちょっとね、えー、講座があって、合宿があって、札幌に来ております。えー、まずはですね、えー、今月からずっとやっております、私の お誕生日、えー、企画ですね。ゴうキャンペーン <laughs> もうね、このプレゼント企画にたくさんのご応募をいただきまして、本当にありがとうございます。実は、えー、6月27日がこの、まあ、今回、プレゼントのね本をプレゼントさせていただくんですけれども、船川哲先生の、えー「捨てられた僕と母猫と奇跡」。 というこの先生の15冊目の出版された本なんですけれども、なんとね、えー、もう発売前から予約が殺到してまして、えー、発売前にもう重版が決定していたし、初日に 2, 番2万部、3万部を突破されたっていうね、ものすごい勢いで今、これ、売れてるんですよね。 今回も3回目の重版が決まったっていうことも聞いてます。いや、これね、あのー、1万冊売れると、まあ、ベストセラーっていうふうに言われるらしいんですけど、もうそれがね、たったの2日で、ね、3万枚、三万部を突破したっていうのはね、ものすごいことだと思うんですよね。まあ、そういう勢いのあるものっていうのを、まあ、自分の周りに、 こう何か感じると、自分でもすごいこうエネルギーを、えー、そのまま受けたりですとかね、勢いってすごい大事なので、なんかこ,ういやこれを本当プレゼント企画にねあの、皆さんにお届けできて、すごい良かったなーってもう思ってます。まあもう、もうすごいね、私はもう発売前にあの本が届いてたので、先に実は読んでたんですけど、 いやーこれを本当に皆さんにプレゼントできたらいいなーって、本当にね、ワクワクして、えー、喜んでたんですけど、いやー、まさかね、こんな3万部とか思わなかったんで、まあ、そんなすごいこう勢いのあるものを皆さんに、あのー、お届けできるの、本当に楽しみにしています。えー、6月のね、末までご応募お待ちしておりますので、ぜひ、えー、皆さんも読みたいなという方はお知らせください。 でこの長山先生の、えー、捨てられた僕と母猫と奇跡っていうのは、先生はですね、もうすでにこう億万長者なので、これですごく儲けようとかっていうことではなく、この えー、ずっとね、一緒にいたアイネコちゃんのテコちゃんっていう、えー、母猫ですね、その猫ちゃんとの先生の実話から来てるんですけれども、本当にこのね、猫に救われたっていうことがあったので、感謝の気持ちと言いますか、最後の最後一緒にいてあげられなかった罪滅ぼしと言いますか、そういう思いを込めて先生がこの猫ちゃんのね、アイネコ愛猫ちゃんの こちゃんんのことをストーリーリにしたんですよねなので先生はこの本の10万部分の収益をすべてこの保護猫センターの施設に寄付しようということを決めていらっしゃるんですよ。でまたこの本を全国の図書館にも寄付されるんですね。もうちょっとね先生のされることが壮大すぎちゃってですね もう私の想像をはるかにく超えるようなプロモーションなんですよ。で、えー、このね、えー、先生ご自身の、えー、お話が元になってるんですけど、ちょっとだけ内容をお話しすると、まあ、先生ご自身が、えーまあ、サラリーマンで、えー、お仕事してたんですけれども、 まあこう社会の中でですねすごく生きづらさを感じるようになってしまいもうある日こう体が動かなくなってうつ病になってしまったんですよねそこから自殺未遂をしたりとかもうどん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 人生のどん底になってってしまったんですけれどもそんな時に出会った保護猫ちゃんの、まあ、テコちゃんという猫と、えー、奇跡的な出会いがあってその猫ちゃんとのストーリーになります。 どんな時も寄り添ってくれた愛猫の愛病といいますかね愛するこの猫のテコちゃんの存在というのが先生ご自身の社会復帰に本当にとてもいい影響でエネルギーをくれてやがて社会復帰して そこからビジネスを倍買にしていって、まあ、今や本当、億万長者へと駆け上がり、さらには今ね、ラジオパーソナリティですとか、俳優としてもね、大活躍されるまでとなった、本当、先生ご自身のお話です。私も昔、猫を飼ってたことがあるんですよね、小学校の頃、弟が学校の帰り道に、 がちょっと尻尾が曲がっちゃった猫がかわいそうだったって言ってちっちゃな猫を拾ってきて、まあ、そのまんまなんかうちの子になっちゃったんですけども、まあ、そんな猫がいた経験もあるのでなんかこうねオーバーラップするというかねかぶっちゃうところがありましたで今も我が家にはうちはね今はワンコですけどピーチちゃんが一緒にいたりとか、まあ、3年前に私も先代系をなくしているので その喪失感っていうかね、もう本当、ペットロスっていうのは、私自身も経験してるので、ものすごくね、共感するところがありました。なので、これは、もうね、ぜひ皆さんは、お家で読んでください。お家で一人で読んでください。カフェとかね、電車の中ではね、もう絶対読まない方がいいと思いますね。 まあ、いろんな思いがこう湧き出てきちゃって、涙ぽろボぽろになるんですよね。なので、うんでも、このね、泣くってことはすごくいいことなので、皆さんがね、日頃背負っているものを涙と一緒におろしていただけたらいいなと思ってます。6月30日までプレゼントのご応募承っております。f m g n ワンのホームページ、または E メールまでお申し込みください。 えー、さてさてね、今日はね、あの札幌にいるということをお伝えしてるんですけども、今回はクライアントさんと一緒に合宿をしております。1泊2日なんですけどね、まあ、私は札幌に三泊してるんですけど、今回のタイトルがなんと、年収を月収にするビジネスブースター合宿 in 札幌ということで、もうすごいタイトルでしょこれ、ね 年収を月収にして、屋越え起業家になるというための合宿なんですよね。じゃあ、なで札幌まで来てやってるかっていうと、日常を離れて目的を持った空間に身を置くことで集中して学ぶことができるからなんですよね。いつもの場所っていうのは、マインドもいつも通りになってしまうんですね。なので、一旦離れることで思考が変わったり、 考える角度というのも変わってきます。今回はこのビジネスステージを上げるというのが目標なので、視座を高くするとかね、視野を広くするということを、えー、非常に重きを置いております。なので、今回は、えー、メンタルを最適化するスペシャリストにも、えー、参加していただいて、オープニングからマインドブ,ラブ,ロ,マインドブロックを外してもらいました。えー、人はね、 思い込みっていうのがあるんですよね。で、この思い込みっていうのは、えー、視野も心も狭くしてしまうし、また体をね、硬直させてしまうっていうこともあるんですよ。なので、ちょっとしたことなんですけど、例えば、座り方を少し変えるだけでもエネルギーの流れが変わります。エネルギーの流れ方が変わっていくんですよね。 うん例えば皆さんは何か考えたりとか学んだりとか椅子にどのように座りますか皆さんちょっと今どういうふうに座ってますかね、うん、自分がこうちゃんと考えようとか学ぼうとかって思ってる時ってどんなふうに椅子に座ってるでしょうかちゃんと座ってねあの背中を背もたれにくっつけて。 腕を組んで座ったりとか、またはお尻は深く、えー、そして背筋をピンと、ね、伸ばして座っているでしょうかこれ。背中をつけて腕組んで座るのと、えー、背筋をきちんと伸ばしてお尻深く座るのと、皆さんどちらに今近い姿勢で今聞いてくださってますか <laughs> え正座して聞いてくださっている方もいらっしゃるんですかわあ。 嬉しいいですすありがとうございます <laughs>、えー、実はですね先ほどの座り方どちらが吸収力が高まるかというと正解はこ、えー、後者のお尻は深く背筋を伸ばして座るという方が断然効果があるんだそうです。 実際にね私も試してみたんですけれども集中力が全然違うなっていうのも感じましたでエネルギーの流れ方っていうのも違うなっていうのも僕それは体感もしましたなのでちょっとしたことで自分のマインドとかエネルギーっていうのは変えられます姿勢は見方を変えればね大変と思っていたことが実は大したことなかったりとか 怖いなーって思っていたことが実は大したことないなんてことはないなんていうこともあります人間は思い込む動物なんだそうです人間は思い込みの動物なんだそうですなので自分なりではなくて原理原則に従うことでそのブロックが外れていきますそして目標に向かうときは とかあとは新しいチャ,チャレンジをするときは発する言葉も気をつけていきましょう発する言葉も言葉ね言霊が宿ってるなっていうふうにも言いますけど本当にねいい言葉を使えばいい,い,ういうようになるし、えー、悪い言葉を使うとやっぱ悪い方にね流れていってしまうっていうのは皆さんも体験してらっしゃるんだと思うんですなので、まあ、ネガティブな言葉を使うと脳 なんかもうネガティブになっちゃうんですよねだから必ずポジティブな言葉を使ってもうこれは常日頃からやっぱいい言葉を使うっていうのは意識した方がいいですよねなので、えー、必ずポジティブな言葉を使って脳もポジティブな思考にしていきましょうでねこれはね一つね、あのー、ポイントがあるんですけどその 発する言葉の中にちっちゃい「ちっちゃい」ちっちゃいツ「つ、えー」「跳ねる音」ですねっていうのは使わないようにしましょうこの小さい「つ」「跳ねる音」っていうのは使わないようにしましょう極力使わない小さい「つ」の言葉は、うん、これがね重なると自分に余裕を なくしてしまうんですよね。えー、そうなのってどういうことって思われてるかも,かもしれないんですけど、実は億万長者ね、お金持ちっていうのは、この小さいつっていうのをほとんどは話していません。みんなほとんど話してないんですよ。例えば、やはりと、やっぱりと、やっぱ。 っていうのでは、同じ意味なんですけれどもどの言葉が一番余裕あるように聞こえましたかもう一回言いますね。やはりとやっぱりとやっぱどの言葉が余裕があるように聞こえるでしょうかんうんそうですね。これは、 やはりというのが一番丁寧に聞こえますよね。まあ、少しここをね変えるだけで、まあ、印象まで変わってしまうんですよ。えー、例えばですけれど、うんあのー、天皇陛下がお言葉を発するときにもう、ものすごくこう言葉を選んで丁寧にゆっくりと お話ししされていいらっしゃいますよねだからもう「やはり」とか、えー、っていう言葉もこうすごくクリアーに聞こえるし跳、えー、ねる音が入ってないので、まあ、とっても余裕のあるように聞こえるしうーんあとは「品」がありますよね。この「品」っていうのもすごく大事なんですよ。で「やはり」と「り」っていうのと「やっぱり」 ってなるとちょっとこうやっぱりっていうのは少しこうカジュアルになってくるし、俗っぽい感じもしますよね。で、まあ、親しい友達の間とかだったらいいと思うんですけれども、フォーマルな感じはしないですね。そして、やっぱっていうのは、これも皆さんちょっとね、え使ってしまうことがあるかもしれないんですけど、このやっぱっていうのは、 もう絶対やめましょう。というのは、これやっぱりね、子供っぽく聞こえるんですよね。やっぱとか言って,言ってると。または、まあ、もちろんね、品がないとかっていうのだったりとか、うん、ちょっとやんちゃな感じっていうのもしてしまいます。なので、この小さなつ、詰まる音っていうのをなるべく使わないようにしていきましょう。とはいえ、あのー、 なかなかね、やっぱ癖だから、どうしても使ってしまうと思うんですよね。だから、もういきなり今日はゼロとかっていうんではなくて、でもちょっと意識してみるだけで、周りからの印象というのは、もう格段に変わってきます。それがね、えー、皆さんのこうイメージっていうふうになるので、 イメージっていうのは、ね、すごく大事ですから、ぜひ皆さんこう、余裕のあるような人に、えー、見ていただけるように、そう思っていただけるように、言葉の使い方っていうのも大切、えー、に、ねえー、注意しながらされたらいいんじゃないかなというふうに思います。よくうちの、まあ、おいっ子の結、ね、局、えー、なんかも、つま妻たちとか。 よよく使うんですよね家の中とかでもなんか私はこの「やはり」と「やっぱり」と「やっぱ」っていうのはもうすぐなんか甥っ子の顔が思い浮かんできましたけれども、うん、でもこんなねこう例えば、ね、さっきの、うん、椅子に座る時も姿勢を、えー、伸ばして背筋を伸ばして聞く、まあ、これもすごく印象も良くなるし自分も集中力が、あのー、高まっていくし維持できますよね。 うん、あとはこういうね、あのー、言葉の選び方っていうのもすごく大事になります。まあ、そんなこともですね、実はすごい小さいことなんだけれども、まあ、今回は一個一個丁寧に考えてみました。そういう指摘って、実は大人になるとあんまり受けないんですよね。 で、まあ、コミュニケーションの中でも、まあ、私はディスク理論という、えー、行動心理学っていうのをもとにね、コミュニケーションっていうのもお伝えしてるんですが、もう一つ今回はですね、ちょっとみんなでワークもやったんですけど、これは皆さんもねやってみると面白いと思うんですけど、まあ、ラブヘイトっていうね、えー、ゲームなんですけど、コミュニケーションが良くなるようなうんやり方、例えば相手のお話の聞き方っていうのですね、 うん、なんかこうお客様とか、まあ、お友達でもそうですし見込み客とかね,ねビジネス上のお付き合いの方とかとお話をする時に皆さんどうやってお話って聞いてますかね相手がしゃべりやすい聞き方っていうのあるんですよね。うん、例えばお話を聞きながらゆっくりうなずきながら聞いてみる。 そして、えー、相手が言った言葉のーキーワードをです、ね、オウム返しであ、何のようにですか、ああ、そうなんですねとか、えー、共感したりですとかまた、ね、ポジティブな、えー、発言をしたりですとかでさらにはえ、それ、そんなことご存知なんですねとかうわ、勉強になりました、ありがとうございましたとか言いながら聞 ってるとやっぱり相手の人もすごく喋りやすいしいい印象になるんですよね。だけど、なんとなくこう相手の話を聞くっていうのもうん最近って本当にリアルであって、えーまあ、オンラインとかもあるからすごいねその辺が雑になってるなって感じること多いんですよね。残念ですけれど。なので相手が喋りやすいなっていう、えー、言葉を選んで。 でこちらも聞く姿勢っていうのも大事にしましょう。で特に相手の話を聞くときに、えー、手はね、膝の上に置いといてで、えー、ゆっくりうなずきながらそして興味があるときにそれもう一回聞かせていただけますかとか えそれって何ですかってこうやって質問してあげると相手はしゃべりやすくなります。で、なんで膝の上に手を置くかっていうと手,手持ちぶさ汰だったりするとどうしてもね腕組んだり指先触ったりするんですよね。でもうあの指先ならまだいいんですけどスマホいじり出したらもう最悪ですよね。もう話しにくいったらありゃしないってなるんですけど人は相手の胸元っていうのが 広く見えると安心するし、話しやすいんですよ。相手の胸元が広めに見えるということですね。なので、手を膝の上に置いとくと、手の胸元が見えるので、そこに向かって話しやすいということになります。逆に、話しにくいのっていうのは、なんかこうイラ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 しながら聞いてたりとか、えー、机の上をコツ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 って、ね、叩きながら聞いてるなって言われると、もうなんか すごいこう話してる方がドキドキってハラハラしちゃうっていうか、すごいこう自分のペースを崩されるんですよね。なので、うんたまにいらっしゃるんですけどねで。これが上司と部下だったりしても同じです。どんな立場の人でも相手はやっぱり一人の人間ですから、ちゃんと敬意を持ってね、顔を見ながらゆっくりうなずきながら聞くといいですよね。 たまにあのうなずくっていうのも、うん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 んみたいになんかもう小刻みにうなずいてる人とかっているんですけど、これはもう全く話聞いてないなっていうか、もう,もうそれがバレバレなので、もうやらない方がいいですね。で、えー、なんかこう、ちょっとの話を聞いてる時にメモを取ったりすると、相手からもこういう印象になったりします。うん これもですね、姿勢をよく聞いてみるとかこう話してるのにちょっと後ろ向いたりとか、えー、目線をその人の後ろに、ね、その人を越えた後ろ側に視線を持っていったりするとなんか落ち着かない気分になってしまいますそうなるとなんかこうしどろもどるになっちゃったりとかもう全然話をこう何を言ってんのか分かんない状態になっちゃったりとか。 というふうになりがちなので、えー、聞き手の方の聞き方っていうのがすごく大事ですから、えー、ぜひ皆さんもですね、えー、この人にとっていい聞き方かなとか、えー、ちゃんと私は聞いてますよってことを伝えながらやるといいですね。なので、やっぱりね、こうさっきも言った小刻みな、えー、うなずきなんてふん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 っていうのも、やっぱ詰まった感じがするんですよね。 先ほどの小さなつあの詰まった音と同じ。これね、相手はあんまり気持ちよくない、ね。なので、まあ、そこもあ皆さん気をつけられるといいのかなというふうに思います。なので、今回、受講生の方たちともこれね、実は体験型であって、めちゃめちゃ面白いもい。これね、ゲーム感覚でやるんですけど、もう今日は大盛り上がりで、もう本当に私の予想通りだったんですけど、めちゃめちゃもあの面白い合宿になりました。 さあ、えー、皆さんもね、えー、お仕事の時とか、いろんな方とお話しする機会があると思いますので、ぜひやってみてください。はい、では、番組からのお知らせです。えー、毎月15日に、えー、リファーラルサクセスオンラインセミナー説明会を開催しております。えー、紹介というのはたまたまもらえるものでは,いうことではなくて、自ら生み出してコントロールすることができます。 そんな、えー、どうやってやるのっていう方法を、えー、オンラインで毎月セミナーやってますのでぜひ一度ご参加くださいお申し込みに関しましてはアセンティブジャパンホームページの方からお願いいたしますさあ、えー、もうね沖縄の方がもう梅,梅雨明けちゃうのかな、うん、札幌の方はね寒いほんと寒いんですけど まだまだこう梅雨っていう感じでもないしなんか今修学旅行の方たちがね多いみたいなので街がすごくにあの混んでますけど活気がやっぱ戻ってきていいなというふうに思ってますさあ今日は1週間の始まりです素敵な一日と1週間をお過ごしくださいまたお会いしましょうアメイジングビジネススペクタクラルライフお相手は池田あゆみでした今週もいってらっしゃい